はい、北海道中富良野町寺坂農園ノーチューバーの寺坂雄一です。はい、はい、メロンの静止じゃないな、今日摘果作業、うん、作業的には7回目、8回目、分かんないです。8回目、はい、今日摘果作業です。はい、摘果はね、ここにメロンの実を、結果紙にメロンの実をならせてるんですけど、その間引きだよね、間引き作業を説明します。メロンここに噂ってて、つるが2本出てて、子づる2本仕立て、そして11節目からか、うちは、木の勢いに合わせてね、11節目からなりづる結果紙を4本4本って残してて、実が4個4個ってなってるはずなの。まあ、死に花もあるけども、それを、2個2個にしていく。はい、うん、で2個3個じゃん。お、いい質問で、寺坂農園の場合はね、ちょっと株間を広くしてるんだよね。うん、普通メロンってメロンとメロン の苗の間を70センチから75センチで地配栽培の場合植えるの。うん、だけどうちは1メートルにしてるんだよね。うん、すごく広く植えて、その代わり2つのうち2個3個にしてるんでね。うん、うん、それなんで、うちの場合は2個3個、株間1メートルだから。うん、で、通常の株間70から75センチだったら2個2個にしていきます。はい。はい、じゃあ説明します。こっちこっち。ドキドキ。もう全然わかんないけど、この葉っぱの下にメロンが隠れて、株がそこ。で、つるがこう来て、ここですね。あんまりわさわさしないで。じゃじゃー、メロン。ちょっと、作業遅れって感じかな。はい、ちょっと大きすぎるよね。もうちょっと早く、1日2日早く。でも分かりやすいよね。うん、はい、でメロンがこの11節目に1個1個2個、ね、3個4個ってなってますね。で形がこんな形、ちょっと長いような形が将来大きくなる。でこうまん丸な形は将来こうかぼちゃ型になっちゃう。うん、であんまり大きくなりづらいの。だからちょっと長玉、卵っぽいような、それを選んで摘果していきます。はい、で1節目、ね、11節目かはやっぱり最初の花咲くから大きいんだけど、ほらまん丸でしょ、まん丸でしょ、これ将来かぼちゃになっちゃうんですよね。こういうまん丸じゃなくてね、ちょっと横幅のかぼちゃ玉になっちゃうんですよ。だからこれはちょっとこう2個目、うん、ちょっと丸いね、でもちょっと長いでしょ。うん、第1候補で第2候補、これよいしょ、これもちょっと丸いかな、ちょっと長、うん、もうちょっと長い方がいいよね。うん、理想的な形はこれ、うん、これ、あ、傷つけちゃった。これでもうメロン、このね、メロンのトゲトゲで今ここ傷つけちゃったんだけど、これがもうそのまま網目模様になるからもうダメだよね。うん、規格外にはなるけど、この形が一番いいよね。うん、ね、うん、この長玉の形を残していきたい。と、うん、いうことは、消去法で、2個3個にしていくから、まあ、こっち2個こっち3個って決めたら、こっちは2個にしていく。でもこの時に大事なのが、こっちのつるも見とくの、ちゃんとなってるかどうか。こっちもほら1個なってる、2個目チンチクリンのなってる、3個目なってる、4個目もなってると。ね。こうやって見てくる。これちょっといらない葉っぱだね。うん、葉陰になって。よし。うん、小さいでしょ。で、こっち3個鳴らして、こっち2個鳴らすって決める。うん、うん、うん。3個、2個。うん、そしたら、ここ4個のうち1個取ればいいでしょ。うん、そしたら、この一番手前のこのまん丸玉。大きいけど、これをこう摘果すると、これでこっち3個ね、うん、でこういうところで傷つけないようにね、こうやって傷つくじゃないですか、こうやって傷つくでしょ、こうやって傷ついたらこれそのまま網目模様になっちゃうんで、うん、あ、ここか、この子づるでね、よくガリってやったら、うん、傷ついちゃうよね。もうこうなったらそのままあざになるんで、こんなね、気をつけてください。で、1個取って、こっちは3個。ということは、こっち2個にする。ね。だから、覗いて、ちょっとまん丸だな。ちょっとまん丸だね。
うん、で他が小さくて、でもこれ吊る先のやつが大きいよね。大きいっていうか形がいいよね。あ、2本目の上のこの実もいらないね、うん、これ迷うね、2個にするのに、これとこれか、これ大丈夫？あ、ちょっとあざついてる、あざついてるんで、これ取るか、これとこれ、うん、1、3だね。これとこの受粉状態のあんまり良くないこれ、うん、そして1、4残してく、うん、こうやって残して、そしてもう一つ気をつけてほしいのが、なるべく連続着火って言って4本なりづらいでしょ、4本、そのうち1、2とか、2、3とか、3、4で残してほしい、連続で。これしょうがなかったから1と4で残したけど、そしたら腸が優勢だよね、先っぽの方に栄養行きやすい、だからこれ今逆転しちゃってね、4番がすごいでかくなって、手前の今大きいやつが小さくなったりしてバランス崩れちゃったりするんだよね。だからなるべく連続2、3とか3、4とかで選んでいく。はい、もう一回、まずザッてやってみよう。じゃあこうやって覗く、おゴロゴロなっとるわーと確認する。で、こっち側も見る。あ、こっちの方がいい形でたくさんなってるなって確認したら2、3って決めるわけね、選ぶのがね、2、3って選ぶわけ。じゃあ1節目、あ、これ理想の形、ほらこういう形さ、ちょっと長でもこれが将来でっかくなるのね。で、1、2、2も長玉でしょ。この大きさでちょっと削ったら傷つくんで気をつけて ね、理想でしょ。あ、このさ、保険で残してた2節目のこの花いらない、これ死に花受粉施設で。3本目は逆にこれ長玉になりそうだよね。あ、デベソか、わかるかな、ちょっと長すぎでしょ。そしてこれデベソになってるの、これ花落ち部分がデベソ、もっとキュッと締まってるもんね、こうやってね、花落ち部分が、だからデベソでしょ。で、じゃあ、で、4節目はもちろん小さいわけでしょ、状態はいいけど。そしたら、こっち2だったっけ、こっち2だよね、じゃあ1番目と2番目残して3、4って取る、3と4と取る。で、これで2個になった、これで2個になったということは、次は3個残さなきゃいけない、3個、2個3個、はい、はい、1個目まん丸、まん丸、まん丸でしょ。2個目ちょっと長玉で大きい、ちょっと長玉で大きい。3個目理想の形で、4個目もまあまあいい形ということは、3個残すっていうことは、3個残すっていうことは、で、この状況だと1より2の方が大きい、3もいい、4もいい、4は小さいけどすごい形いいし受粉の状態がいいっていうことは、2、3、4って連続で鳴らせばいい。だから手前の1個目取るとね、手前の、で、2、3、4残して、これで2個、3個で合計5個、1株ね。で、これ保険で残していたんだよね、天気が悪いから本当はここに鳴らすんだけど、2節目の根元にも鳴らせる、これもいらないから取る。これで3、こういう悩ましいお仕事でございます。どう、はい、こんなんで、はい、こんなんで大丈夫、はい、こんなんで大丈夫、まあ、うちは株間1メートルで2個3個ならし、そして、普通の70から75の栽培だと2個2個残しで、連続着火で残していきます、はい、こういうの取っていく、これうまいよ、あと食べてる、うまい、苦いんじゃない、こうやって食べてみる、こっちは美味しい、食べてみたいかも、食べていいよ、美味しい、キュウリみたいだ、まあまあ、キュウリみたい、これ漬物に最高だよね、おすすめはからし漬け、からし漬け、あと、もう一つなんか説明しようと思ったんだよな、あ、OK、 なりが悪いとき、例えば片っぽに1個しかなってなかったと、これあるんだよね、今天気悪いから受粉が悪くて、片方に1個しかないと、で、片っぽに3つなってると、そういった場合は1個3個残して、合計4個とか、合計で見るんだよね、
そしたらあのメロンの株が持って、収穫量は確保できる、うん、だから75センチ送りのニコニコならしの場合は1個3個とかだよね、うん、だからって1個4個にしたらダメだよね、うんうん、1個あのここならしやっぱり1つに4個もならしちゃったら全部チンチクリンで甘さの薄いメロンになっちゃうんで、うん、1個3個とかにして、必要水量確保していくと。片つるない場合は？片つるに何もない場合は？片つる何もない場合は片方のつるに3個、うんうん、4個は無理だよね、うんうん、1個収量減るけど、うん、そうやって臨機対応にやっていきます。はい、はい、メロン作りって悩ましいことだらけですね、はい、はい、でもここまで育ってきたら面白いんでね、やっていきたいと思うところです。暑いなあ、この時期はもう温度30度、30度、もう30から32度の温度でどん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 メロン膨らませていきます。でも作業中は25か24度に温度を下げて、作業終わったらすぐ30度に戻す、はい、はい、以上です。ではまた説明します、はい。